で目薬もらってきた。目薬、いや行ったらもうね、検査しますって言ってもう検査させてくれた。しみる。でもそのしみるっていうのはやっぱりそのしょうがないんだって。しみるっていうのはマイが来るな。俺の今のネタ、今ランしかいないわ。ランちゃんしか、俺の今のネタランちゃんしかいない。毎日お疲れ様、どんつくろすこい。306戻るか。眼科終わった。眼科薬これを使い切ったらもう終わりで、もう目については安定してるから、あと、3ヶ月間、今からだったら9月ぐらいまでサングラスかけてくれれば、外に出るときね、外に出るときに3ヶ月間半年、3ヶ月間、あと眼鏡かけてくれればもうだいたい OK だって、もう終わりだって。だから、今6月だから、9月か、あと3ヶ月あのサングラスかけたら、サングラスかけて薬をしたらもうサングラス取っても OK。 ランとフェイが捕まるまで。危ない、なんかね、時々いるんだよ。中村、お前サングラスかけてね、カッコつけてんじゃねえよって。違う、俺からすると違う違うと、うん、違うんだよ。あの、サングラスをかけなければいけないんだよ。 2.0 と 1.5、 2.0、 1.5。 そう、眼科の指示で今サングラスかけてるんだよ。眼科の指示で。眼帯向け。ガチでネタだと思ってた。306で旭川のいじめ事件で遺族に触れないように解説って可能？フェイが YouTube で CM いっぱいつけてたの。トム・フォードってやつ。これあれ、天然さんがくれた。天然さんが、切り取り線並みに CM つけてた。そういうとこがあったからね、気持ち悪いよね。フェイ動画無駄くそ。前枠リン登場した。306で、ま、沸かすか。306で
何家臣がいじめられてる、うんうん、助けに行くの俺が家臣を。甘い誘いはぼったくり。これから飲める人募集してます。マッチングアプリで誘われて。いや便乗しようかなと思ったんだけどね、来ちゃダメって言われたんだもん。来ちゃダメって、来たら移動するって。サムル帰る。遺族に許可を取らず晒したし、その事件は署名活動もできるか、学校いじめの未来を変えられるの。福島知らなかった大使。今回の視察は福島を大切に思う人たちと出会います。あっち台本臭い。どうしよう、なんか一気にどうしようか分かんなくなっちゃった。一気に分からなくなっちゃったんだけど。なんと家臣くっつける。3万6帰る。家臣が凛を新宿に運送したみたい。こういう時車持ってたらよかったな。車持ってたら。なえちゃんが来ちゃダメって言ったから、ちょうど今新宿の歌舞伎町の付近にいるんだよ。この目の影響で、この目の影響で今ちょうどいるんだけどね。中村くんはランに会いたそう。そう、会いたそう。そう見えるの俺。マユ自分で紙書いてタイトルにしてる。佐々木ラン、ま、佐々木マジーラン。リンが無料流してもらった。いじめ事件。まあ家臣を責めれば今閲覧が取れるのはまあ確かにそうだけどね。ランちゃん大金持ち以外ダメですね。知らんけど別に。後ろの人たちはあれ撮ってる。猫。あれ撮ってる。なんか猫が出てるように見えるじゃん。病院帰りです。今。病院帰り。え？今来るの配信ででかいのは1位中村、2位駒井、3位セブンだって。待って、セブンとやってたの？来る？くるみ？嘘だろ。え、そんな、え、俺初めて知ったんだけど、セブンとやってたの？いろんな人と、これはおめでとうなの？いや、わかんない。音ほげ封印とは何だったのか。いやー、でもバリバリやってたね。結局だからもうやめられないんだよ、音ほげに関しては。なるほどね。じゃあ今、聞いてみ、今さっき話してた、ちょっとクルにね、連絡して、またお前やったらしいなって、クルに怒ります。
注目ください。知らなかった。福島、なぜか香川さんが怒りそう。明日も30度超えるんだ。外暑いぞ今。うん、だからなるはやで行きたいだろうね。なるはやで水分補給。サモロック帰ってもなぜか部屋がひんやりしてそう。確かにあいつ監視してるんだよね。ランちゃんの枠も監視してたもんね。あ、お通夜だった。なるほどね。あいつ何なんだろうね。お前さ、俺のことするな、そういうことするな、するなって言ってんのに、あいつするよね普通。まだ、未だにするよね。あいつ、火薬はみこすりハントもいてた。あ、火薬さんはあの これです。火薬さんこれ、うん、なんか触れただけで行っちゃったっていうか、触れただけで。皆さんちょっといいですか。遠藤健一です。ですね、セブンのこと書いてない。ただのはあれか、誘導か。新宿には深刻な被害が。ただの万引きです。万引きは重大な犯罪です。万引きが判明した場合、速やかに警察に通報され、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。万引きの返しにみんなで作るの。やばいです。でもあと3、あと半年、3ヶ月か、あと3ヶ月、あと3ヶ月で、あと3ヶ月でもうメガネと一旦サングラスをかけなくてよくなる。そう、眼科終わった。薬ももらってきた。1日4回、っす。いや、目はね、一応安定してる目は。で、なぜしみるのかっていうと、ちょっとした傷の中にやっぱこの薬が効くんだって、うん、この炎症を抑える薬が。うん、なんかこの炎症を抑える薬っていうのがなんか普通にできちゃうから、なんかその効果でめちゃくちゃしみるんだって、それは。うん、でもこれをしないと、まもう安定してるから、あとこれするだけだって。いや、ステマじゃないよ。だってこれステマじゃない。もうこれフルオロメトロンっていう、うん、フルオロメトロンっていう。しばらく薬でもね、緑色の薬もあったんだけど、その緑色の薬がなくなった。緑色の薬が、まさかの案件。レーシック手術するとみんなこうなる。もちろんだけど、みんなこうなる。うん、でもその分めっちゃ楽だよやっぱり。うん、裸眼で、いやてかもうやっぱ綺麗なんだよずっと。はい、そのメガネ取ってからのこの画面がめっちゃ綺麗。全部正面とかがめっちゃ綺麗。これがでかい。でかくない？うん、だってずっとメガネの新品が映ってるんだよ朝起きたら。
グツに息引いてる証拠だねこれね。でもちゃんとしないでこれ。猫まで見れる。だって俺視力 2.0 だよ今。視力 2.0 で、そうメガネの不便さってメガネかけてる人しかわかんないよね。あとコンタクトもめんどくさいし、コンタクトも。なんかワッターもらってきた薬。2.0、1.5。めっちゃ見れるよ。全部見れるもん。でも全部綺麗に見える。全部綺麗に。これがでかいね。全部綺麗に見えるのが。メガネかけてるからわかる。1.1 でもね違うのよ。違うの。やっぱ裸眼の 1.0 とメガネの 1.0 って全然違うよ。マジで全然違う。あの裸眼の 1.0 と視力のあのメガネの矯正視力の1.0 は全然違う。マジで違う。矯正視力のメガネをすると気持ち悪くなる。矯正で視力矯正視力をするとめちゃくちゃね、あの気持ち悪くなるじゃん。ないからそういうの一切。そういうの一切ないから。メガネ新品するとさ、なんか気持ち悪くなるじゃん。あの感覚がない。あの感覚が酔うとかさ、気持ち悪いとかもないし、メガネをなくすっていうのもないし、あと3ヶ月ケアでも、まあ、その後も3ヶ月とりあえずケアして、その後も別に薬は薬というか市販の目薬はゲットしてない、しなきゃいけないんだけど、ケアで。レーシックの手術3分6分。福島知らなかった大事。今キングダムの出演者近く来てる。キングダムの出演者来ます。知って好きになってもっと知りたくなっていく福島の魅力や復興の今、そうなの、皆様に届けますように。あ、そうそう、新宿禁止区、本田圭介だね。どこまで下がってるか、ん？どこまで下がっても見えるか、下がってみて、どういうことだよ。限界あるよ、でも。限界ある。レッドカーペット。吉沢亮、橋本環奈、山崎賢人来てる。どこに？わかるんだよ、それぐらいは。うん、出演者ぐらいわかるんだって。出演者ぐらいは。どこに来てる、そのどこに来てるの問題なんだよ。どこに来てるの問題。悪口書いても、おい、何悪口書こうとしてんだよ。白く両方 1.5 だからぼやけるとかどんななのか気になる。でもだからさ、そういう人ってさ、視力が止まってるんだよね、ずっと。なんかね、普通の人間は30歳で視力で止まるんだって、下がるのが。どこに座ってんの？新宿の歌舞伎町の。もう俺この枠で帰るわ。電車乗ってこの枠で帰るわ。白壁っていうのこれ、わかんない。飯食べないの。いや腹減ったね、腹減った、めっちゃ腹減った。アルタ前なんだ。ごめん、俺ねあんま知らないんだよ中心地。中心地知らないんだよ俺。中心地については
M1 をご覧の皆さん、こんにちは、エクです。2ヶ月連続となる M1 スペシャル306集合じゃなかった。いや、プレゼントまだないね。いや、でもどうしよう、今日も一泊して帰る。306スタバ M1 で検索。今日全力であれするか、ライブするか。前川行く。いや、また使ってない。あのね、あのソファーの寝方を覚えた。あのソファーの寝方、たまには焼き鳥。そう、あのソファーの寝方を覚えて寝やすくなった。エアコン使われる。前川の焼き鳥屋の店主水にゃんのこと知ってるんだって。いや、知ってる。あそこで問題行動起こしたんだから。外でやんやんやんないよ。やんはあれはダメなんだよ。外でやるの、家でやるから意味がある。前川フェイだけ配信禁止。よし、帰るか。みんな一回ちょっとジバリーホーム306にカメラも設置してく。でも違うんだよ、もうね、俺の携帯電話じゃ登録がもうできなくて。そう、だから俺の携帯電話でちょっとやりたいんだよ。そう、ちょっと初期化のやり方が分かんなくて、初期化のやり方からゲットする。ペットカメラじゃダメなの？いや、全然いいと思う、ペットカメラでも。ネズミがいた。いるよ、住んでるよ、ネズミ。この草とかに住んでる、ネズミは。めっちゃこの草むらの中にネズミいるもん。こっそり隠しカメラも追加してほしい。ペットカメラでいいと思うけどね。ペットカメラで、ペットカメラ設置しとけば入ってきたらわかるじゃん。ペットカメラ安いし、扱いやすいし、性能がいい。今ランちゃん306にいないんじゃない？なんか飲んでんじゃないの、あいつ。なんかさっき見たら、なんかなんかまたなんかね、ナンパして男捕まえて飲んでたよ。あ、ホームセンターで2000円ぐらいで買える。ドンキにあるペットカメラあるけど、警報とかも鳴らせるし、マイクもついてるから便利だよ。ペットカメラってさ、ドンキ売ってないの？ペットカメラドンキ。あるかもよね。ドンキ行ってみるか。ドンキ。イソフェイ。あいつね、今ね、必死にTikTok で悪事ばらさ、ね、悪事をばらされないように必死になってるよ、あいつ。あいつどんどんで、閲覧もどんどん減ってきてね。もともとね、2000人近くいたのがもう1100人まで落ちてきてるから、ね、悪事がばれすぎて、うん、悪事がばれすぎてね。朝めちゃくちゃ、あいつさ、マジずっと起きてたよね。あいつだから不安なんだよ、もうバラされてるから結構いろいろと。
で、俺のこと警察にね、あの厳重注意してくれせいって言って、あの垂れ込みしに行ったんだから、サツタレのフェイしに行って、サツタレのフェイ、え、ここさ、普通にさ、なんかここにヨドバシカメラあんじゃん。なんかヨドバシカメラになんかペットカメラありそうだけどね。まあ、確実にある方行こうぜ。うん、あのね、多分ね、マナコさんの携帯電話で、あの Google ホームのやつ、ね、登録してるからできないんだと思うんだよな。え、ドンキペットカメラ5,500円、たっけ。ドンキってさ、なんか高いよね、もう。ドンキ高くね、なんか最近何を買うにしても高いような気がするんだよね、ドンキ。ペットカメラの足しにありがとうございます。 0.1 円、あ、0.5 円だ。ありがとうございます。 0.5 円、助かります。ももちゃんナイス。 0.5 円、足しになります。ありがとうございます。サッサンのフェイ許すな。なんかさ、最近ね、この前さ、北海道のお土産でアロマを買ったんだよ、アロマを。で、あげるもう予定がなくなっちゃったから、もう自分でアロマ使ってるんだけど、めちゃくちゃいいね、アロマ。ちょっと、俺ちょっとね、アロマハマったかもしんない。アロマ、36守る、ワインで KP、ありがとうございます。あの、アロマの、なんかね、睡眠の質が上がる。睡眠の質がめっ、アロマくっすぎなの。なんかね、キャンドルみたいなのが売ってるんだよ。なんだろうね、あの匂いは。ちょっと待って。まさか、ヨドバシ携帯ショップかな、これ。すいません、はい、ペットカメラってあるかどうかと分かんないですよね。ペットカメラ、ペットカメラ、はい、見守りカメラとか、ペットカメラ、そうですね、はい。ヨドバシ、ここってなんか携帯電話の建物、はい、はい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 、とかのカメラ系だと、はいはい、2階の6階に少しあります。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。6階、青い池6階だって。